始まっすこれの水風呂タイムだぜ。これはあれだな、どうするかな。ちょっと待って、じゃあこうして一回タックで実験してもいい、うん、外画面にして、あー、いい、タックで映らんかったら絶対映らんかった。あー、いい、あー、この画角いいじゃん。これ今外カメで、こんにちは、ちょっとたっくんだけ太もも映ってるかもしれないけど、たっくんの太ももはフリーランスやったっけ。みん今ゴールドタイムだぜ。やっていいっすよ。片隅、あ、片隅 MV 公開、結構みんな見たこと公開されたぜ。あ、ほんとのあれない、ちょっとこういう全然わかんないけど使われてんの、うん、マジでガチで。あ、これもかっこいい。確かに、あ、これじゃん。イエーイ、イエーイ。あ、ちょっとだ、あ、ちょっとそれ、いや、それ僕がドアマンみたいな。難しいな。サッカーはなんかサッカー階段の、階段なんか触ってんじゃんな、あれ。顔がやらしかった。ちょっと足難しくない、やっぱこういう風呂の画角。ちょっと煽ればいいのか、ちょっと青っぽいんだね、横にして。で、プロリーが多分一番ベスト。あ、そうそうそう、そうです、うん、やべ、動くとめっちゃ冷たい。そうだね。あ、確かに、いい、タックだから。あ、ここいいじゃん。皆さん見て、タックさん、ちょっとエモいんで。うわぁ、なるほどね。ここ繋がるんだ。いやぁね、片隅見たよって人コメントください。確かにもう音が似てますもんね。うん、確かに。後ろのさ、ピアノみたいな、昔のエグザイルさんの曲、ちょっと二つの唇も感じる。確かに、このなんかトゥン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 みたいな手なりやからなぁ。あぁ、トリング系の歌詞がまたいいんだよなぁ、確かには。これソロダンス撮ったやん、シェリバム。なんか出したいよね。確かに。結構やりますよ。結構さ、洋服やしょ。はい。ちゃんと作り込んだしな。あれなんか、せっかくだから見したいんだよ。確かに。お、みんな見てくれた。いいさ。ソロ見たいです。やっぱそうだね、うん、切ないやがるもんな、君の片隅に入れて。そう、映画もめちゃくちゃいいんで、皆さん映画が見るの、うん、プライベートいいよ。なるほど、もう東方渋谷に行けば誰か会えるかもしれない。俺も結構行ってますね、あの先輩でガンさんのやつが見るの、2人ね、知れんの、うん、いいパス、笑ってない、これ好きだな、笑ってないって片隅の振り付けはサビはいっちゃうんですね。メロがまこっちゃんで感想が高いようでございます、うん、いいね。
昔のエグザイルっぽい振り付けが、一木がちょっといい塩梅でね、やってくれて、うん、そうね、美しい、美しいね、そうね、そう、嬉しいよね、嬉しいよね、そうそう、こういう形でヒロさんも共演すると思うんです。あー、いけるの？あ、いけるんだよ。あ、なんか、ずっとさ、見ちゃうからさ、制限かけようと思って、うん、いい、それそう、トレーナーさんです。僕らの心強きトレーナーさん、トレーナーさんです。皆さんごめんなさい、ちょっと携帯触りすぎないように制限かけてて、えらいこれインスタは45分かな、へぇ、45分以上見たらさっきみたいに制限で見れなくなるのよ。え、今日1日で45分とか。そうです。え、少な、おー、もっと普通だったらもっと見てる。だってもう新幹線で1時間見てる可能性あるし、だからそれでもう無限に見ちゃうからって。でも TikTok とか5分に設定します。うわー、いい、あれは一番見ちゃう。確かに一番見ちゃうじゃん。確かに。だから5分に設定して、でも強制的に見れなくなるんで、だから寝る前とか見ちゃうじゃないですか。だからそれを、確かにな、寝る前とかブルーライトで あんまりそうですよ、見れなくなるし、ね、制限来たらし、寝ようって携帯置いて寝るっていうのをしてたら、こういう仕事にも影響が出るんだっていうのを今日知りました。ある意味オフィシャルの配信でも制限来たらしい、ごめんなさいね、2度目のでも寝る前の最後の情報が大事だし、あれが夢の中で出てる間に整理される。中田さんとかも誰か言ってて、だから寝る前の勉強とか、あ、昨日俺配信してて、寝る前中国語、ほんじゃ夢で中国語の夢見たの、それを頭の中で情報処理しようとする、だから最後に見てたのが YouTube とか、そっちが入っちゃうねん。あ、だから習った単語とかをおさらいしてたりもちろん、FX の入手しちゃう。それはもう、やばいから、もう一番、一番ダメだよ。もう絶対力入ってると思う。破壊されるから。ダメだ、ダメだ。トックはどうやるの？オッケーですか？来た、オッケー。え、タックン。タックンだって、膝下しか使ってないから、20分でしょ。違います。絶対に1回もお腹壊しちゃうんですよ。あー、よく冷やしちゃう。あ、そうなんですか。意外とお腹やばい。絶対に一回壊しちゃうんで、ちょっと今日は。でも、ケアはしたいんだ。ケアはしたい。偉いな。アーティストの方がいい。俺らは、あと何？どうした？あと何？どうしたったら、もう、意外としたら。いいよ。お願いします。うわぁ。足蹴って、足蹴って。今日でもなんか、よかったっす。よかった、うん、めっちゃ集中したな。ハトさんも言ってました、皆さん。いやー、さっきハトさんも言ってくれました。 NH クリエイティブのスタッフさん全体的に流れも、あ、そうそう、なんかちょっとやっぱみんなこうさ、3日間あるし、で、いろいろさ、海外での経験もさ、確かにこう集中してたよ、いろんな人が食って研ぎ澄まされた感じで、めっちゃここでやらないと。確かに、これ入れないと。そうだ、結構ね、みんな顔が前半とかに、ね、目が向けて効率が悪いから、みんなの目がさ、普通やったらさ、すれ違うメンバーを見るより言うから、みんなそうそうそう、わらまんじゅうさ、でも、すれ違いのハイタッチ、気づかれない。あー、チャレンジ。あー、あるあるある。あれは別に悪くないんじゃないの。そうね、前の人がもうやってないとできないから、急に2人でハイタッチは。いつもさ、高木でとさ、すれ違うたびにさ、いつもやってるなんか、こういうのやってるのか、それいつもやるたびに数字を重ねてくるね。一発目は1、2月目に。何それ今日アンコールの出る時の、まあ、台車のカウントするんですけど、台車でやったのが8やった。それもこれのこうなんだ。もうこうやって走で、仁さんなんかの曲で、仁さんが後ろにいた時にやった時は6回目だったんで、あれ6回目だった。こうやって
笑顔やったんや。なんかおまじないかけてた。二人でなんかやってんだもん。またこのぐらいの時間、ちょっと早いかもしれないな。誰かの携帯にやることでしょう。じゃあ、またね。じゃあね。じゃあ、そのめさん、閉めてください。そのめさん、また明日。また、ありがとうございました。お疲れ様でした。